サッカーの母国が驚く、日本には80歳以上のサッカーリーグがある。4月、東京では80歳以上の選手のためのサッカーリーグが開幕した。世界でも珍しいこの80代のリーグと、年齢をものともせずピッチを駆け回る選手たちを、A 氏が取材した。もじゃもじゃの白髪頭に、ボビー・チャールトン風のバーコードヘア。ほとんどの選手の膝はきしんでいる。レッドスターとブルーハワイという2つのサッカーチームは、ためらいがちに試合を始めた。それが許されるのは、ピッチ上の選手全員が80歳以上だからだ。とはいえ、彼らは数分もしないうちに思い思いに走り出した。時には審判に不平を言いながらも、パスやタックルをするごとに若返っていく。ピッチ上の選手22人の年齢を合計すると、4桁に達する。だが、彼らはここ東京都シニアサッカー連盟の80リーグで、時間の経過をものともせずにプレーする。男性の平均寿命がおよそ82歳という超高齢社会としての日本の姿を、彼らはスポーツのそばから映し出しているのだ。日本では、大抵の人が当の昔にスポーツを諦めているような年齢に達しても、依然として競技に打ち込む高齢者が増えている。80リーグの選手たちもその一例だ。この80歳以上のリーグは、私たちが目にしている日本社会をよく表しています。今の日本では、高齢者がこんな風にアクティブでいられるんです。そう話すのは、80リーグ幹事長の伊藤だ。選手たちの年齢にも配慮している。試合は15分ハーフで、疲れたら好きな時にピッチを離れることができる。ちなみに、この日の試合で最初に交代があったのは、試合開始から13分後だった。7月と8月の酷暑の時期には、リーグ自体が休みになる予定だ。83歳の野村は、サッカー歴70年の熟練選手だ。元日本代表の彼は、現在はレッドスターの中盤の司令塔として、ピッチ中にパスを出してはチームメートを走らせている。昔は私自身がいつも動き回って、ボールを奪い取るまで追いかけていたものですと野村は言う。12歳でサッカーを始め、中央大学でプレーしていた1962年には天皇杯で優勝した。その後も日立の実業団で輝かしい実績を残し、日本サッカー殿堂にも選出されている。でも今は、もっと周りをコントロールできるミッドフィルダーになりたくて、チームメートがどこにいて、どう動いているかを見ています。チームの赤いビブスに光沢のある金色のショートパンツを身につけた野村は、小さなことは気にしないという。私は今も目がよく見えるし、耳もよく聞こえます。足の筋肉がもう少し丈夫だったらとは思うけれど、ピッチでは自分の仕事ができています。体が動く限りプレイし続けるつもりです。高まる高齢者リーグの需要。東京都シニアサッカー連盟の青山によると、80リーグは比較的小規模で、4月に最初の試合が行われた時点で選手登録していたのは約40人だった。それでも3チームを作るには十分な数だ。70代になると、体の衰えや家族の介護を理由に、たくさんの選手が辞めていくんですと青山は言う。60代リーグが創設されたのが、今から20年前のことだ。2012年には70代リーグ、その5年後には75歳以上のリーグが誕生した。80代の選手たちの多くは、彼らより若い選手たちと同じく、生涯にわたってサッカーを続けてきた。国内最初のプロリーグである J リーグが1992年に発足したが、彼らはその何十年も前から企業のクラブなどに所属し、アマチュアとして試合に出場していた。もしサッカーがなかったら、とっくに死んでいただろうねと話すのは、ゴールキーパーの塩澤。元レーシングカー設計者の彼は、リーグ最高齢の93歳だ。
生きていくためにサッカーが必要。ハーフタイムになると暑さを嘆き、ドリンクと氷を求める声が上がったが、幸いにもチーム帯同の医師たちの出番が来ることはなかった。シーズン開始後の数試合を経て、運営側は80代のサッカーという賭けがうまくいっているのを感じている。私は成功だと思っていますと語るのはリーグ委員長のミクリアだ。もちろん一番大切なのは選手の心臓や頭の状態に気を配ることで、心配しなければならないことはたくさんあります。ですがこの年齢でなお現役でいられるのは誰よりも健康な選手たちだけです。そうでない人たちはここにたどり着く前に諦めてしまいます。ここでプレーしている選手たちは長い間ずっとサッカーをやっているので、一旦プレーをやめると自分の体が衰え始めると分かっています。彼らは生きている限りサッカーをしたいと心から願っているのです。野沢は自動車関連のロボットを組み立てる会社の経営で、多忙だった40年間一度もボールを蹴ることがなかった。それが今では20代の頃に対戦していた人たちと一緒に過ごしている。70代になって時間ができたのでプレーを再開したんです。30分間の試合を終えた野沢はそう言って額の汗を拭った。最初はものすごく大変でしたが今は慣れました。いいパスが出せたりボールをカットできたりするととても気持ちいいんです。それに友達がいます。健康に良いというのも分かっていますが、私たちが今もプレーを続けている一番の理由はサッカーが大好きだからです。